はい、ということで、今日やっていきますのは福来たるの撮影日終わり、何をしてるのかということでですね、個別で一人一人撮っていくんですけども、今時刻1時4分頑張ってる、頑張ってるってコメントしてる今みんなグタチ、1時に、終わりました。でも、8時間ぐらいポカ打ってましたよ。最近ルーティン動画増えてきましたよね。だからやっぱ日常こんなやってるんだよっていう、もっとね人となりをガン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 掘っていこうかなっていうのを、ぜひ見てください。他のやつもやってますんで、給料ルーティンもね見てください。僕がねやっていきます撮影終わりルーティンは、晩酌とでも言いましょうか。だいたいいつも1時とかでね、その言うわけにいかない疲れてるっすよ、こっちだって。はい、入店。僕がね、やっていきます撮影をルーティンは、晩酌です。いつも、まあ、1時ぐらいに終わったりした時に晩ご飯を頼むわけにいかないじゃないですか。なんて、僕が自分で作ります。それをちょっとお届けしようかなと。で、まあ僕海鮮好きなんでね、結局海鮮ゾーン行くんで今日も行きましょう。うわ、いいな。うわ、行ったかな、牡蠣。さっきちょっといいな。取られへんかった。あ、いつも行くここ、まあ、だいたいこれ行きますね。切り落としマグロ390円ぐらい。でも今日はちょっと牡蠣行きます。さっきのやつ食いたい、牡蠣が。これ買っていきます。撮影でちょっとある程度食ったんでね、もうこの2つで晩酌今日はやっていこうと思います。じゃあ家までドキドキし。はい、ということで、ただいまっこりもっこり、はい、決まりましたね。静かめで行かさせていただきます。ということで、まずは買ってきましたこちら、マグロの切り落とし。これは漬けにしてつまんでいこうかなと思います。ちょっと冷蔵庫を取りに行きましょう。オラごっくんということで、今仕事が終わりまして、現在時刻が10時前でございます。今からはですね、コインランドリーに行こうかなっていう、ちょっともう洗濯全然できてなくて今溜まりまくってるので、それをもう一式コインランドリーぶち込みに行って、今日は珍しくあの撮影日やけどご飯食べなかったので、ちょっとご飯食べに行こうかなと思います。疲れています。よろしくお願いします。じゃあ早速ブツを持ってコインランドリーの方に行きましょう。乾燥だけするっていうのを大概はそうしてます。時間がだいたい1時間ぐらいあるので、ちょっと腹ごしらえしに行こうかなと思います。さあ、ということで今回晩ご飯に選ばれたのはほっかほっかでー。もう店閉めますか？終わりですか？はい、あれから店ないかなと思ってね、兵庫の方まで来たんですけど、全然何もなかったんで、ちょっとあの兵庫のコンビニまでやってきました。ちょっとそこでご飯探していこうかなと思います。何これ、撮影終わりルーティン。あ、すいません、今福来たるの厚や14歳の厚や
じゃなくて松永敦也モードでしたね。すいません、ちょっと撮影のスイッチ入れたいなと思います。はい、ということで、仕事終わったんで、まずは、見てるみんなも僕も仕事お疲れ様でーす。ということで、まあ、仕事終わりで、疲れているのですが、まずはお腹ペコペコご飯を買いに行きたいなと思います。それではコンビニにゴー。さあ、コンビニにやってまいりました。青色、青色、どっちが青いや、こっちの方が青いな。はい、到着しました。本日の晩ご飯は、じゃがりごです。なんか何年か前に流行ってたあれですね。これを最近入れていくとやっていきます。こんなんでいいんかな。お湯入れていきます。お湯入れたら蓋してちょっと待ったら OK かな。さあ、今から開けていきたいと思います。いきます。うおー。はい、ということで撮影終わりルーティンですね。世のその同棲してるカップルの皆さんも多分同じやと思うんで、そ特に需要はないと思うんですけど、まあ、一応撮っときます。じゃあもうじゃあじゃあじゃあまあじゃ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 あ今日は撮影が早く終わったので、なんか夜ご飯とかちょっと食べに行けたらいいかなと思ってます。聞こや、何が食べたいとかありますか？中華食べたっけ。最近中華食べてないかも。うん、なんか食べたいのね。ラーメン。餃子食べたい。なんか王将とかかな、中華って言ったら。一緒に決めようや。そうやな。だからそれ決めて、決めて、聞いて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 、それ決めて決めて、行こう。分かった。分かってる？うん。鼻につけて。ちょっとピエロ、ピエロ鼻につけて。うるさい。はい、ということで今からご飯行きたいと思います。天津チャーハンがうまいんよ。高級卵の風味とチャーハンの風味が合わさって、もうほんまに最高の玉手箱や。食べる、食べる、食べたい。どこだけうまいやろ。味濃いね。うん、わー、仕事終わりのこれが一番やな。めっちゃすげえ。うわ、怖っ、びっくりした。怖い。ごめん、ごめん、びっくりした。ごめん、やっぱ塩分好き。うん、お母さんにも心配されてる塩分方で。うん、俺と一緒やん。卵かけご飯のデフォは茶色やもんな。うん、うん、色じゃない。これが僕が彼女にした理由です。塩分好きな女の子としか付き合われんから俺。そうなん、うん、喜んでいいか分からない。いやいや、なんで喜んでいけてる。好き放題食う、好き放題食う、そういう子が好きやから。まあ今から食って最後はあのポイント迎えたいと思います。楽しみ。ということで、漬けのタレを作っていこうと思います。まじは こちら、まあ醤油、だし醤油、これまあもう大体目分量でいきます。みりん、これも目分量で、そして最後に生わさび、こちらは田村亮で。これをちょっと溶かしてこれにぶち込むだけです。これで15分ぐらい経ったら
いい漬けが出来上がります。ちょっと開けます。これをザルにあげます。かけるね。で、ここに塩こんぐらいかな。これを1分ぐらいすると、見て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 、出てる塩で、出てる塩出てる。こちらの牡蠣をどう調理するのかと言いますと、こちらを今日蒸し焼きでいきたいと思います。こちらにまず水を張って、これが沸騰すると、で、そこにこれを入れて、で、蓋をして蒸し焼きで、蒸し焼きにした方がやっぱり凝縮されて身も縮まらないということで、牡蠣はこの食べ方がいいんじゃないでしょうか。で、途中から、ポン酢も入れて、ポン酢蒸し焼きみたいな感じでいこうかなと思います。じゃあちょっとだけ見ていってよ、完成までじゃあいきましょう。はい、ということで出来上がりました、お寿司です。はい、ということで完成しました。そして、贅沢にザキヤマさんでファンの方からオフ会でいただいたやつ、結構飲んでますよ。うまいよな、やっぱこれマジでうまい。冗談抜きで山崎やばい、マジですごいわ。高いだけある。ということで、うまし家庭、ジブリ見てないリクはわからんねんで、うまし家庭が何なのか。うめえ。こちらのお寿司はなんかおばあちゃんが昼勇気おるっていうあれで思って買ってきてくれてたみたいです。嬉しいね。これ食えたらもうなんか売れてなくてもええやん、幸せやもん。その成功より幸福の方が大事っすからね、正直。今おる視聴者と俺らだけで楽しい世界作っていこうや。いただきます。ということで、気になる牡蠣蒸し焼きできてんかな、マジ。うわぁ、怖っ。どっちや、いけてんのかな。うまい。ばあちゃんありがとう。中トロ、うまい。だいたいこんな感じで食いながらコナン流したり、まあ YouTube で好きな YouTuber マツキングとかね、その辺見たりして晩酌してますね。撮影終わりは漬け食おうか。食ってねえな。うまい。じゃあ、クリスの晩酌ルーティンはこんな感じでした。最後まで見てくれてありがとうございました。じゃあねー。買ってきました、ペペロンチーノ。こいつだけは裏切らへんから。いただきます。今日初飯です。うまい。仕事終わりルーティンとは言ってもこの後編集は待っているので、ここでいかにエネルギーを蓄えれるか。まあ基本YouTube を見ながら、車の中で飯食うとか多いから、車の中で飯食うのがうまいっていう、これわかるかな。おお、大丈夫か、大丈夫ですか、大丈夫ですか。あー、めちゃくちゃはずいやろな、思わず声かけたやろな。うまかった。そしてこれ完璧、お疲れ様。カップルが夜中にコンビニ来んな。何を買うねん。カップルが夜中にコンビニ来て。はい、乾燥終了してました。イエーイイエーイ。これ気づきました、皆さん、僕パン待ってたんですよ。番組終了。じゃあちょっと帰って編集をしていこうと思います。はい、帰ってきてお風呂入ってきました。ここからね、まだ編集しないといけないという、まあ一応服着たるもね、年末年始はちょっとお休みになるっていうので、前もってのその撮影とかをもうあらかじめ先にやってるような段階になってくるんで、だから最近はねちょっとねバタバタしてたりもします。単独のライブとかもあったりして、ということで、まあもうこっからはもう編集してもう寝るだけなのでね、まあ仕事終わりルーティンとしてはもうここまでかなという、今日も一日見ていただきありがとうございました。では次の方どうぞ。ちょっ
とすごくないですかこれ。ほらチーズ、こんなんがあるんですね。そら流行るわ。はい、ということで、じゃあ、筋トレ今日はしようかな。さすがになんか食べた方がいいってリックさんに言われたんで食べていきたいなと思います。美味しいんかなこれ。これマジですごい。いただきます。なるほどね、嫌いっすね。うん、美味しいと思います。なんかジャガイモ感が強いっていうか、僕とリクがね14歳というね漫才のコンビを組んでいるのですが、また2月にねトークライブをしたいなと思ってまして、単独ライブとかはネタとか漫才コントとかをやるつもりなんで、トークライブやったらそのお客さんと喋る機会やったりとか、まあそんな感じで僕たちのその舞台上での平場をどん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 鍛えていきたいつもりなので、もし興味ある方はとか応援も近くでしたいなっていう方はぜひその2月のトークライブ来てください。うん、まずまずくない、美味しくないやな。ごちそうさまでした。じゃあ今からですね、先にお風呂入りたいですね。撮影とかも忙しくなってきたので、ちょっとあの自分の体をケアするっていうことができてないので、今日はリラックスをメインに、やっていきたいなと思います。じゃあちょっとお風呂入っていきます。ちょっとなんかあのお風呂入る前になんかガチで筋トレしたろうと思って、ちょっと筋トレします。なんかもうガチでやったろ。いい、非常にいい。もう来年はもうマジで売れたいですね。うん、まあ、そのためには、まあ、単独ライブもやるし、クリスマスポップアップして、いろんな服、商品販売していきながら、服着たるという4人での YouTube も、活動して、何事も全部両立して、やっていきたいなと思いますので、皆様の応援の方をねよろしくお願いいたします。皆様の応援のおかげで僕たちがいるということなので、来年は一緒に、全員一緒に、売れましょう。はい、じゃあ明日の撮影終わりルーティンはこれまでとなります。ご視聴ありがとうございました。緊急事態発生です。ちょっと僕らが王将食べて、その後、まあ、行こうとしてた場所は31やったんですけど、まあ、31がもう時間的にこう空いてなかったんで、あの別のアイス屋さんに行こうぜってなって、着いた場所が、どこでしたっけ。9時にアイス、これ有名でしょ。21時にアイスとか言って9時にアイス、ここに来たんですよ。で、それのちょっと気になる部分があってな、気になる部分がな、ここな、経路マップを調べようと思って、マップ調べて、Google 見てたら、星が2、低くないってなって、なるな、だって21時にアイスなんかさ、めっちゃこう、待って有名だったやん。コロナ禍の時かな。ガチ？それが 2？ 2やって、星5中の 2？ そう。ひどっ。店の接客が終わってるのと立地の悪さも相まってか、客層も終わってる。おい、どうしようもない、はよ潰れろ。フルボッコやんけ。おいで、それをまあな、検証がてら、俺らで食べに行こうぜっていうところやな。そうやな、改善とかな、もう見てるかもしれないから、店員さん、あのもし見てたらね、僕らの見て改善してみてください。上からです。じゃあ買いに行くか。買いに行く。よし、行こう。はい、行きましょう。これチョコわらび餅でしょうか。いいやん。クリームどうにしようかな。いいよ。チョコわらび餅。チョコわらび餅が一つ。クリモンブラン。クリモンブランね。ありがとうございます。見てるとこうやって1330円です。すごない？すっご。
行こう。うん、冷たいわで。ありがとう。はい、ということで帰ってきました。はい。まず味から行くか。いただきます。いただきます。ちょっと見方によってはキモいかも。これ。いただき。すごいな。うん。うまいよ。うん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 。嫌だな、これ。あ、うまいわ。うまい？うま。何？わらび餅がうまい。わらび餅うまっ。うっせやん。アイスで一番うまいかも、今までの。うん、ふん。それぐらいうまいわ。どう？うん、ふん。美味しい。うん。まず、うん、モンブランが。モンブランが？甘すぎそうって感じじゃない？見た目。あ、見た感じな。うん、甘いの多いね、ほんでモンブラン。そうやね。いやよ、あれ。しつこいの多いやん。うん、うん。でもこれは、そんなにしつこくない。うん、このモンブランだけで食べたら、そりゃ、もうなんかアイスがそんな甘すぎない。レーブイデーやないねん。夢グループちゃうから。夢グループ大好き。味は申し分ないな、うん、これちゃんと濃されてる。あ、やっぱパティシエならではの意見やな。すげえ。これ大変やねん。そうらしいな、うん、硬いねんな。そう、ずっとやらされてたやねん、うん、誰もいかんから。あ、そう、腕めっちゃ強なってんな。ほんまになんかもう秋からさ、冬にかけてめっちゃ腕ゴリラみたいな。すげえ。ほんまにここ太いね。ほんまに見てほしい、みんなに。そんなやつ、ごめんね、今回。ごめんな。今回調査しに行ったから、俺ら。そうやな。うん。星2に対して、そう。どうなのか。まず、あの、客層から言おうかな。一人だけさ、店の前にチャリで来てた男の子。あ、男の子やった。真面目そうな子やってんけど。で、21時にアイスのとこで写真パーって撮って一人でな。一人でデジャリ乗ってた。そう。なんかもう。可愛かった。可愛かった。でもその人しかおらんかったから、客層はまず。その子が良かったな。そう。丸。客層は丸。やった。でも、ちょっと俺怪しかったんが。もう、あった？前にさ、やんちゃそうな車止まっててんやん。あ、止まってた。止まってたやろ。うん。あいつらやねん。悪いん。やんちゃそうな二人組で男がさ、うん、黒のさ、セダンみたいなの乗ってさ、うん、俺ああやつら一番嫌いやけどさ、ああやつらが店の中おったら嫌やなって思ったから、うん、その可能性もあったことを考慮して、5から1引いて4にします。おー、いいやん。星4。客層。うん。もう最終の問題はここやな。店員さんの態度、接客態度。うん、これどうやった？星。5つです。な。普通に良かったよな、うん、で最後2人店員さんの時は2人で声合わせてありがとうございますってやったから、うんうん、これだからあのミスが悪いんじゃなくて多分コメントしたやつらやな。いやほんまにそこの可能性はめっちゃあると思う、うん、あるよね。それかそれかスパイおるかな、なんかやな。その店をどうにかしたいやつがおるかやわ。もう自作自演みたいな。だってもうそんな書かれようないもん。ないもん。僕らいつも撮影終わり飯行ってこんなことしてます。アイス屋のあのコメントとか見てほんまに調査したりしてる感じですね。これが僕の、仕事終わりルーティンです。参考になった方はぜひ高評価、そしてあ僕も9時にアイス行ってみたいなと思った人も高評価で、あ9時にアイスに、俺が悪いコメントしたって人はコメント欄にお願いします。まあこんな感じですよね。うん、はい、まあもしよかったら他の動画見てください。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。今ちょっと緊急で動画回してるんですよ。怒るやん。この辺からふって聞こえて、うんこ出たって軽く聞いたらこの顔してるんですよ。石川ど真ん中で一回開けて他によって臭くない、臭くない、臭くない。なるほど、なるほど。そこはな、まあ、あ、臭くないわ。はい、臭くない。いけるよな。あ、臭くない。大丈夫な。あ、臭いんかな。あ、まあ、じゃあいや、ちょっと出ててもええやん。楽しいし、別に悪いの俺だけやん。